映画愛在無人、どうも、用心です。はい。ということで、本日はですね、こちら、G-3 さんの福袋なんですけど、これね、今期発売されたものじゃなくて、だいぶ前に買ってて、開けてなかった、こう、開かずの福袋なんですけど、これをね、開封していきたいと思います。このシリーズね、何回か続くと思います。何個かあるんで、5個ぐらいあるんかな、福袋開けてないやつ。とりあえず、まあちょっと、どれから開けていけるかちょっとわからないんですけど、はい。とりあえずちょっとこれ開けますね。もうね、いつのやつなんかもわからんぐらいの。これ結構前のやつなんじゃないかな。あ、T シャツ入ってる。これがですね、2020年6月16日発売。一昨年のやつですね。一昨年の、中身が見える夏福袋 G-3 パンツ&T シャツ&トートバッグが入る大ボリュームっていうやつですね。9980円となっておりました。はい。じゃあ、ちょっとどうしようかな。まず、見ましょうか。はい。では、あれかな？福袋とか関係ないやつかな？普通に。うん。いつものトートバッグじゃない。ナップサックみたいなやつですね。と、うん。はい。最近そういえばこれあんま入ってたっけ？なんかこの、ポスターみたいなやつ。なんか最近入ってない気するな、そういえば。さっきのも入ってなかったっすよね。あ、入ってないか。あ、知らん間にこれなくなってましたね。廃止されたんすかね。はい。じゃあ、次、トートバッグですね。はい。これもね、めちゃくちゃいっぱい持ってるんですよね。でもこの柄のやつは、あったかな？何個か。このトートバッグも何個あるんかな？下手し10個はないか。なんか、でも、そのぐらいあるかもしれないですね。いやでもね、これね、使い勝手いいんすよ。ちょうどいいサイズで。ちょこちょこね、使ったりしてたんですけど。はい、こんな感じで。待ち付きになってて、ここね。これね、ジッパーついてるやつとついてないやつがありますね。G-3 さんのトートって。よいしょ。閉めるとね、まあこんな感じでしっかり。はい。落ちたりとかね、こぼれたりしないようにできるんで。はい、いいかなっていうやつですね。うん。まあね、なんかちょっとそこら辺出かけるぐらいの時はね、これちょうどいいんですよ。はい。まあ、お買い物、スーパーに買い物行くとか、そんな時もいいんじゃないかなっていうサイズのトートバッグですね。はい。この後ね、多分福袋開封してたら、これ何個も出てくるような気するんで、はい、あれですけど、多分まだ僕この柄は開けてなかったかな。シンプルな黒に G-3 って書いてるだけのやつは、結構使ってたんですよ。うん。なんですけど、これは初めて開けましたね。これもね、でもいっぱいあるからね。なんか全部開封しちゃっても結局使わへんから、ちゃんと置いといて、まあ、ね、なんやろ、誰かにあげたりとかしてもいいし、って感じで、はい。まあ、とりあえず、トートバッグが入ってました。で、次。T シャツですね。そう、これね、僕、これ開けて、これを着てレビューしたりとかしたいなと思ってて、たんですけど、結局こうやってね、開けずに放置しちゃってたんで。はい、こんな感じのやつですね。はい。うん。この間、この間の福袋に入ってたやつとは、ちょっとね、生地の感じが違うかなっていう。けど、まあ、結構分厚めの、うん、生地ですね。形は似てるのかな？この間のやつ。お姉さんね、今ね、ちょっとね、ここの部屋にあれがなくて、また今度比べようかなと思います。今年発売されたやつは、ここ、刺繍になってたんですけど、この時はね、普通にプリントですね。うん。まあ、だから、質が、まあ、今年はすごく良くなったっていうことですかね。まあ、このシルクプリントでも全然いいんですけどね。全然安っぽくはないんで、いいんですけど。まあでも刺繍の方が高級感あっていいかなって感じですかね。うん。
まあ、今度これもね、着てレビューとかしてみようかなと思います。ああ、でも、そっか。この後試着するのはこれちょっと着て試着しましょうか。はい。ということで、T シャツでした。で、メインですね。はい。これは全部これ決まったやつだったのかな？ちょっとね、もう情報がこれ昔のやつ、ああ、でも違うな。あれやな。福袋のやつだけじゃない感じですね。ボクサーが中心なんですかね。まず、はい。G-3 っていう、ローガネバーって入った、ボクサーと、はい。デニムっぽい感じのやつですね。と、はい。これは、これ生地何かな？これ生地が、生地の名前が出てこへん。はい。これ、何やったっけな。ちょっと待ってくださいね。多分一覧に書いてるな。はい。多分ね、ちょっと調べてたんですけど、あれですね。サーフ&ウェーブの、素材、多分それと一緒のやつかなっていう感じですね。ちょっともっちりした、感じの素材なんですけど、わかりますかね？そう、これもね、多分ね、ほとんど、開封してなくて、放置してるのがいっぱいあって、これのね、ブリーフとかめっちゃ可愛くていいなと思ったんですけど、はい、この写真のやつですね。これと多分素材的には一緒かなっていう感じですね。はい。で、これも同じかな。はい。この色違いで、3枚と、このね、5枚が、絶対に入るっていうので、これが中身が見えるで入ってる5枚と、あとこっちが、この4枚ですね。これが、はい、あれです。ランダムのものになりますね。あ、で、はい、こんな感じでパッケージの紙が入ってました。まずジョークストラップですね。僕、これ持ってるかな？多分、同じの持ってる感じがしますね。素材何やろ？グロスタッチかな？うん。ちょっと光沢感の感じの生地ですね。と、ティーバッグか。はい。デニムなんたら、何やったっけ？これもちょっと忘れ名前が。デニムミックスか、デニミックスかみたいな。はい。のティーバッグですね。と、これはウルトラスキンの3かな？ウルトラスキン3の、スイングボクサーかな？はい。ですね。これは持ってたかな？と、はい。これ名前何やったっけな？ちょっと待ってくださいね。ちょっとね、調べたんですけど、これシリーズ名がパッと出てこなくて、これ持ってる気するんやけどな。うん、多分持ってるはずです。はい。の、恋ビキニが入ってたって感じですね。うん。すごく良いのではっていう、はい、感じですね。まあ、ここら辺も多分、この福袋にしか入ってないカラーだったりするのかなっていう感じですね。うん。サファンドウェーブって多分ね、後ろにロゴがバーって入ってたりとかするんで、それのないシンプルなデザインっていうのは、まあ、これだけなのかなっていう感じですね。はい。これがね、多分アップグレードっていうシリーズのやつですかね。はい。の、白は多分ね、これしかないのかな。多分ね、アップグレードの3枚組のやつとかはもっとカラフルなやつが、はい。になってたと思うので。はい。まあ、形的には、まあ、いつもの、ジバイスリーさんも、ローライズボクサーの形ですね。はい。やっぱピンク可愛いっすね。淡いなんか優しいピンクですね。はい。ジョックストラップもね、なかなか普段履きにはしないんで、ちょっと使い道あれなんですけど。これティーバッグはね、あれですね。ちょっとお高めの商品になると思うんで、入ってるとお得な感じがしますね。
これスイングボクサーですね。下向き収納でゆらゆらするっていうタイプのやつですね。うん。このビキニもいいっすね。はい。じゃあ、これね、まとめてちょっとこれから履いていきたいと思います。はい。ではね、まず、上下ね、ちょっと着てみました。結構ね、いい感じにフィットしてますね。今年のやつはね、ちょっとね、大きめというか、ピタッとフィットする感じじゃなくて、ちょっとゆとりがあったんですけど、一昨年のやつはね、結構ね、こうフィット感があっていいですね。はい。で、上はこんな感じで、下が、はい。アップグレードのやつですかね。はい。白のボクサーになります。はい。まあもう、素材的にはね、形的には、いつもの、はい。ボクサーの形なんで、まあ、安定の、はい、感じですかね。はい、素材もね、すごい、伸縮性のある、履き心地のいい素材でいいかなって感じですかね。ゴムはね、若干きつめかなっていう感じです。僕今これ S サイズ履いてるんですけど、まあ多分僕の体型だったらね、本当は M の方がいいのかなっていう、まあ、その快適に履きたいのであれば、って感じなんで、まあちょっと無理やりちっちゃいの履いてるっていうのもあるんですけど、まあちょっとゴムきつめかなっていう、強めのゴムになってますね。はい。じゃあ、次の入ってきます。はい。続きまして、こちら、デニーミックスの、デニムミックスの、ボクサーですね。はい。うん。この素材ね、ちょっとね、硬めの素材になってるので、若干履き心地は、ちょっと窮屈かなって感じですね。まあでも、ピタッとね、フィットしてくれて、まあ、それはそれでいいのかなって感じですかね。うん。デザイン可愛いですね。はい。ジーンズみたいな感じですね。はい。じゃあ、次の入ってきます。はい。続きましては、こちら、サーフ&ウェーブの素材ですかね。はい。のやつですね。うん。すごいね、柔らかい素材で。これは結構、履き心地いいですね。もちっとした、ほんと、素材で。うん。なんか、優しい履き心地というか、肌触りな感じですね。はい。カラー、これ、パープルっぽいのかな？ちょっと青みがかった感じの。はい。伸縮性がね、結構あるんで、まあ、ちょっとフロントは形が出ちゃってる感はあるんですけど。うん。すごいね、淡い色で可愛くていいですね。はい。じゃあ、次のカラー開きます。はい。続きまして、こちらは、先ほどのものの色違いですかね。はい。グリーン系のカラーになってますね。はい。うん。この色も可愛いですね。はい。履き心地的にはさっきのと一緒ですね。はい。じゃあ次のから履きます。はい。続きましてはこちら。またね、同じ、シリーズのものですかね。素材的な。はい。の、ピンク色ですね。うん。このカラーも、ね、めちゃくちゃ可愛いですね。うん。いいと思います。まあ、3色ともね、淡い色です。すごく可愛らしい色でいいなと思いましたね。はい。じゃあ、今まで入った5枚が、確実に入ってる、固定で入ってる5枚だったんですけれども、ここからは、ランダムで入ってたものですね、になります。じゃあ、履いていきます。はい、続きましてこちら、ウルトラスキンのスイングボクサーですかね。はい。はい。うん、やっぱね、このウルトラスキンのね、光沢めっちゃ綺麗なんですよね。ちょっとね、下の消化プリントの元の裏地の白がね、透けて、まあ、このグレーっぽくなってるのでね、これはこれでまた、いいのかなっていう感じですね。うん。やっぱこの素材ですね。はい。で、これね、スイングボクサー、基本的には下向き収納なんですけど、一応ね、上向きにもまあできなくはなくて、ちょっと上に一回締めますね。はい。上にするとこんな感じですね。うん。一応ね、綺麗に収まってくれるんですけど、ちょっとだけね、やっぱりここの布の余りが出ちゃうっていう、ここね、この余りだけちょっと気になるんですけど、まあまあ、はい、一応履けるって感じですね。はい、じゃあ、次のカラー入ってきます。はい、続きましてこちら、ブルーのビキニですね。ここが、メッシュ素材になってます。まあ、ちょっと気をつけないとね、上からピョコッと出ちゃうかなっていう形になってますね。はい。うん、かわいいっすね。なんかね、履くまでちょっと変なデザインだなってちょっと思ってたんですけど、まあこれはこれで可愛いかな。うん。はい。履き心地はね、めちゃくちゃいいですね。
あのすごいもちもちしたソフトの素材で、素材はすごくいいですね。はい、じゃあ、次のタイプ入っていきます。はい、続きましてはこちら、デニミックスの、ティーバッグですね。はい、ちょっとティーバッグなんでね、ここら辺までしかお見せできないんですけど、うん、かわいいっすね。うん、なんかなんて言ったんですかね、こうポップさというか、あのカジュアルさ、カジュアルなんやけど形はちょっと奇抜っていうのが、意外とこの組み合わせいいですね。うん、すごい。でこう、あのさっきもね言ったんですけど、この生地結構硬くてね、あのこうなんて言うんですかね、ピシッと引き締めてくれるというかお尻のところに、ね、キュッとしっかり食い込んでくれるんで、うん、これこれでいいっすね。うん、なかなか思ったより履いてみるといいなと思いましたね。はい、ということで、デニムミックスのティーバッグでした。はい、じゃあ、最後履いていきます。はい、ラストはこちら、グロスタッチっぽい素材の、ジョックストラップですね。はい、これもちょっとねここら辺までにしときます。うん、いいですね。まあ、シンプルな黒の、はい、ケツ割れっていう感じで、使いやすい、使い勝手いいかなって感じですね。うん、まあ、なかなかね、あんまりジョックストラップを普段履きには僕しないんですけど、まあまあいいかなって感じですかね。はい、ということで、福袋、以上ですかね。はい、まあこんなかったらどれかな。さっき言ったね、このデニムのこいつ意外と良かったですね。うん、これ可愛かったし、でこれもね履き心地すごい良かったし、うん、でやっぱまあボクサーあんまね僕普段履かないんでちょっとあれなんですけど、まあここら辺のこのね、サーフ&ウェーブかなの素材みたいなやつ、ここら辺は履き心地すごい良くて良かったですね。うん、まあまあ全部ね可愛いんで、はい、まあおおむねあの満足というか、おおむねっていうと言い方悪いですね、あの全然良かったなと思います。はい、まあもうこれ一昨年のやつなんで、あの今紹介したところで替えもしないんですけどはい、こんなんが入ってましたっていう紹介でした。はい、では Thank you for watching my video、 最後までご視聴いただきありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。 See you next time. Bye.